はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、サンライズっていうところ、なんかいいよね。これね、外は後で映しますね。茨城県、あの行方不明の行方って書いて行方市のね、和の匠ヒノキ屋とのね、あ、もしかしたらあの作って売ってんのかな、タンスとかね。軽食喫茶サンライズ、オープン11時から24時ね。ランチタイムが11時から2時。投資でやってんのかな。ここね、なんかこうルームハウスみたいな感じでいいよ。これがね、売ってるの。売約済みって書いたんだけど、これも多分売り物なんだね。多分和の匠ヒノキ屋って書いてあったから、この売ってんだね。ね、うん、これ売り物ですね。これ木小細工みたいなね。あとこういうのも木、多分木かなんかでできてんのかな、外がね。ね、うん、こんな感じで、はい、内装ね、こんな感じで。すごいね、作ったのかなこれ。聞いてみようかね。テーブル数4人席1個、3人席かな1個で、向こうにねテーブルが、なんかあのさ、木のプレートみたいなの売ってんのかな、それとも台だねこれ。なんかね、ちょっと聞いてみようか、来たらね。はい、なんか今日日曜日なんですけど、あの定食食べに来たんですけど、ないみたいですあの、どこだ、あ、ここには映ってないのか。日替わり、これこれ、コーヒーデザート的の定食ね、は土曜日までなんだって。日曜祝日はないんだってでもね、こちらにねあるから、ライスサラダスープ付きの、相方はポークソテー、私は和風ハンバーグ頼みました。はいね、サラダパスタもあるしね。なんかうちに悪いな。あー、すごいね。ちょっと拡大してこうやれば、あー、ちゃんと映った。アラビアータだってね、うん、ね、フルーツジュースもあります。アイスね、ホット、あれ映んない。フロートもあんだね、やっぱ喫茶店だがね。デザート、これなんだ、相方の携帯。すごい小鉢がいっぱいなんです。これ見てきたんですけど日曜日はやってないみたいです。まあね、しょうがないですね、うん、また料理は美味しいんでしょうから。ビーフカレーとね、ナポリタン、ハンバーグ、ポークソテーね、俺オムライスね。11時から9時まで営業時間、ランチタイム映んないね。11時半から2時まで予約に応じてお食事たま、この相方もこんな感じでね。まあ機会があったらね、土曜日来ましょうね。はい、メニューでした。終わり。